それではエシカル消費をテーマにパネルディスカッションを行います。本日はエシカル消費自主宣言事業者から地域や関係団体との連携や持続可能な社会の実現に向けた取り組み、エシカル消費を自分ごととして取り組むための方策についてご議論いただきます。コーディネーターは四国大学短期大学部教授、 門泉様ですパネリストは、有限会社、ウトウーク専務取締役、木本康弘様、奇跡霊株式会社代表取締役社長、平尾正一郎様。 徳島県立阿南支援学校校長猪子秀太郎様ですそれでは加藤様よろしくお願いいたしますはいありがとうございます、えー、徳島 SDGs シンポジウム2022いよいよ最後のプログラムとなりましたどうか皆様もうしばらくお付き合いをお願いいたします 今日はですね、エシカル消費自主宣言をなさっていらっしゃいます事業者の皆様に登壇をいただいております徳島はエシカル消費先進権を標榜しております脱炭素化デジタル化が進むこの地域社会の中にあってこれからのエシカル消費はどのようにあるべきか皆様と一緒に議論を重ねてまいりたいと思います まずは今日ご登壇の皆様に日頃のお取り組みをご披露していただきましょう最初は宇都ウ,ウークの木本様よろしくお願いいたします皆様こんにちはご紹介預かりました有限会社宇都ウークの木本康平と申しますそれでは発表させていただきます、えー、こちら中期方針というのを小さな飲食店なんですけども方針書を毎年作っております中期方針の名目は人と地域をつなぐ飲食店 私たちの未来を照らすという言葉を、えー、方針のテーマにしています。会社概要を簡単に説明します。有限会社ウトウク、所在地は阿南市立花町にあります、飲食店です。設立が1987年創業、翌年に法人化しており、えー、僕の父親が創業しております。社員数は全18名で、正社員5名、パートさん、アルバイトさん10名、そして役員が3名となっております。 業種はですね飲食店なんですけども社内では心の満腹業そして地域人未来創造業という名目を掲げていますそしてコロナ禍でテイクアウトができたので食卓支援業そして地域とともに成長するということでエシカル事業エシローカル事業ということを独自の言葉で作っておりますこちらが店舗の 内容ですメニュー構成裏にはあの立花湾阿波の松島を眺められる景色でハンバーグを提供しておりますこちらスタッフの店内用で、えー、共有しているものですうとウクというのは飲食店を中心にしてきましたけどもそのロゴの上にあります人と人が手を取り合っているその組織内で手を取り合っているだけじゃなくて街づくりだったりエシカルな事業そして観光事業だったり地域の阿波フードさん 地元の地産地消ということをテーマに食ということを軸にして手をつながり広げ合うことで最後につながり合いという真ん中にあるのが徳島の「はじまるは泡の A をはじめとするならば和を自分たちから広めていこう」ということを社内で取り組んで発表していますそういった取り組みのきっかけになったのがいちご農家の中村さんでしたこのようにいちごはもう完熟な状態でおばあちゃんは腰を痛めて 曲がった状態で収穫していましたちごが売れすぎても全然収穫が追いつかないよかったら収穫しに来てっていう声をいただいて全然正直いちごは完熟になってしまっててそのままでは提供できなかったんですけどもソースにして提供するとおばあちゃんからもう涙を流しながらですねやっぱり頑張ってきてよかったっていう言葉をいただいた時に飲食店っていうのはお客様だけじゃなくて生産者の方にもどういったお役立ちができるのか困ったことをどういった どういった形でなんかお役に立てるのかなということで教えていただきましたそしてどんどんそういった輪が広がってアナにありますマンゴー農家さんあとアスパラ農家さんブルーベリーの観光農園だったり海洋町にあります人参農家さんといろんな農家さんそして食を超えて泡の文化藍染めの文化を竹あかりなんですけども竹あかりだったり泡花火 あと新聞でそういったことをお客様にお伝えできたらなという活動をしていますそしてエシカルにつながるのがしいたけのデュクセルという加工品です今この裏手にありますあのブースに構えているのはちょっとそれに似せたものなんですけどもしいたけの加工品を活用してコロナ禍で食卓で簡単に時短料理ができるようなサンプルをお客様にも配布しましたその横が就労支援さんのつむぎさんとあの飲食店ウーバーイーツとかでこの辺地方はなかったので じゃあ就労支援さんも仕事がストップされたという話を聞いたのでじゃあ地方から新しい形のデリバリーの仕組みを作りませんかということでこういった新しいデリバリーを作りましたその他こういった加工品の非常,、えー、と非常食のキーマカレーを学生さんと作ったり中ウッドさんと木藤杉の有効活用ということであえて四国の形をたどって四国の飲食店の仲間と一緒によかったらこういう活動を一緒にしないとか そうせっかくこう先人たちからつながり出てきたその土地の恵みっていうのがもう活用されなくなってしまうと僕たち飲食店そして住んでる人たちも食のほんと食料不足に世界中がなってる中で同時に畑は減っているそういった活動を何か解決できる方法できないかなということでコラボ農園そしてそれの補助役といいますか。 農家さんを苦しめてしまっているジビエっていうのを命をただ捨てるのではなくていかにその地域の問題を知ってもらえるかそしてジビエっていう職を通してどういったその地域の問題に知ってもらえるかという機会を作っています。それを次世代に向けて学生さんと一緒に活動することは、えー、僕たちの世代では解決できないことも次世代と一緒に世代のこう知恵を借りながらどういった活動をしていけば一番いいのかなということを取り組んでいます。 そしてこのこちらがジビエの有効活用の内容になります。そしてジビエと工作放棄地を掛け合わせて自分たちでジビエのコロッケを作ってみようということも学校の授業で行いました。こういった取り組みっていうのはすべて自社にあります経営理念を軸にして行動趣旨にありますチャレンジ、コミュニケーション、コミットメントっていう3つのテーマにしたものそして私たちの3つの約束という社員さんと一緒に そして取引先さんと一緒にこう自分たちではできないこと手を取り合って解決できることなんかこう食を通してっていうのは体を作るエネルギーが食べ物だとすれば同時にこう心の味覚っていうのがすごくあるように感じてます心で美味しくないなっていう現実を見たときにいかにこう美味しくない現実の出来事を美味しく仕上げるために自分たちはどうすればいいのかってことをいつもこう気にかけながら。 ずっと活動させていただいておりますどうもご清聴ありがとうございましたはい木本さんありがとうございます宇都奥さんといえばもう県南では古くから知られたねレストランカフェですけれどもそこが地域人未来製造業ということをキーワードにして営業に励んでらっしゃるというお話ありがとうございました続きまして奇跡礼平尾社長お願いいたします よろしくお願いいたします。取り組み内容をご紹介いたします。当社開発素材、ミラックスはプラスチックの代替新素材です。当社のアップサイクルノウハウと、日本容器包装リサイクル協会、プラスチック循環,リサイ循環利用協会に加入している多数の企業のご協力を用いて、開発を行いました。 特徴を簡単に説明いたします。まあ、一番は廃棄量の削減に貢献すると、えー、牛乳パック等、食品、包、え、装、ー、用、コシと廃プラスチックを原料としております。役、え、目、ー、を置いた終えたミラックス製品は回収後、最後ペレット状に戻し、再び新たな製品として再生されます。うん 従来のハイプラスチック再生ものと比べまして破損の耐性など強度アップが期待できますこの理由は紙繊維がプラスチックのつなぎ目を果たしているということが大きいですまた食品用途の古紙を食器にアップサイクルすることで消費者に身近に感じていただく取り組み未来を担う子どもたちへの 環境教育への貢献が重要と考えており徳島県下で以下のプロジェクトをスタートいたしましたプロジェクトはアップサイクルされた給食トレイのフィールドテストです10月18日以降上勝小学校にて実際の給食時にこちらのトレイを使用していただきます これから約半年をかけて現場のご意見を伺い、使用途中のトレイを回収し、体制などの評価測定を行います。テスト結果から見つかる課題の解決を行い、全国で使用いただけるように拡大を図っていく計画です。児童は学校牛乳の紙容器をリサイクルするため、給食後に開いたり洗ったりと手間を手間暇をかけて作業を行っています。 けれども、実際に自分たちが行ったリサイクル活動の結果、どのようになったかは知らないケースがほとんどです。本プロジェクトでは、このような学校の教育現場で起きている課題も解決の一助になれるのではないかと考えております。 次にプロジェクトの狙いでございますけれども日本全国では学校給食に使われている牛乳の容器は年間6億本以上廃棄焼却されています本編では割愛いたしますが廃棄を止めるための啓蒙活動を小学校高校に並行して行いながら給食で消費される紙容器の有効活用を図ります 次に自分が使ったもの自分が使えるものとして手に取ることで日後のリサイクル活動に意義と実感を得られるようにと考えております自分で行う活動を通じて資源循環モデルをより身近に感じてもらえる仕組みづくりにチャレンジします子どもたちが未来の消費や環境になっていきます小さな頃の体験や 習慣が大人にになったと生かされると考えます本取り組みを通じて環境教育エシカル消費への貢献を図ります取り組み事例としてご紹介いたしましたミラックスは個々に排出される紙プラスチックを回収して製作するためさまざまな消費者団体に資源循環の提案が可能です 全国の学校への水平展開はもとより、紙とプラスチックの組み合わせを変えることで、企業や観光庁でも使える製品にご利用いただけます。本日、コーディネーターとして登壇しております加藤先生とは日頃から意見交換をさせていただいておりまして、共同で四国大学内で回収したペットボトルを用いたボールペンの製作も始めております。 ミラックスは生まれたばかりの技術であり商業化を図るためのスキーム作くりや求められる製品の性能維持工場への貢献など課題はたくさんありますが徳島県での取り組みが全国世界で認めてもらえるよう日々邁進してまいりますご清聴ありがとうございましたはいありがとうございました社長リデュースリユースアップサイクルってくるんですね まずは活動が見える化できることというキーワードをいただきましたありがとうございますそれでは阿南支援学校猪子校長お願いいたしますはい、えー、それでは阿南支援学校からは竹を、えー、再び地域の宝に特別支援学校からの発信ということで、えー、お話しさせていただきます阿南支援学校ですけれども、えー、創立二十七年目 県南部の知的障害や自閉症の児童生徒小学生もいますし中学生高校生までいるで今現在122名が学んでいますで、えー、子どもたちが将来にわたって地域で活躍できるための教育をするとでその中でも特徴的なのが高等部高校生ですけど働く力を育てる作業学習というのがあります木工であるとかクリーニング農園芸それから 手工芸で平成29年からここに竹に関する作業班というのができて学習を進めているこの写真にあるように周りはみかん山に囲まれた学校です。 で放置竹林というのがとても阿南市では問題になっていますこれ全国的に問題になっていますけども、えー、地域の大きな課題であるとで徳島市の竹林面積の半分以上が阿南市にあるということで、えー、昔は地域の特産品だった竹なんですけ今はも今は厄介者になってしまっているとで平成29年度 NPO 法人の竹林再生会議さんと連携して竹市販というのができました。市 竹の紙ですねそれから竹パウダー竹水などを活用した学習をやっております卒業後働く力を身につける学習としてやっているということで竹師で,ですけれどもいろんな工程を経て作りますまず竹を切り出していくそれから切断をするこれは学校に木工の作業をするところがありますからそれから竹を細く割っていって 1>, で1年ぐらい、えー、漬け込んだりそれから炊いたりします煮沸したりこれは学校ではできないので、えー、NPO さんに協力いただいてますそして、えー、細い繊維を滝から取り出していきますでそれを叩いてで最後にドロドロになったものをすき枠に流し込むこう一般的にこういうふうにすくるのではなくて流し込みですなので知的障害の子どもでもできると。でえー、乾燥してペリッとめくったら 筑紫が完成するとこんな工程になっていますで、えー、これまでにも <laughs> いろんな取り組みしてきたんですけどもまず筑紫を作るそれから、えー、卒業証書もうちの学校では蓄紙、えー、でみんなが空いてますそれから竹をパウダーにして堆肥を作ってみたり、えー、災害用の簡易トイレを作ったりといろんな活動をやってきました。 で今年度ですけれども、えー、県教委の授業でオンリーワンハイスクールという授業の中で蓄水ですね竹から取れる,る水を使った石鹸を作ってみようとか、えー、竹パウダーでカブトムシを、えー、育ててみようとかそれからエシカル名刺ですね、えー、と今こ,こ,こっち側見ていただいたらこんなちっちゃい名刺ですけども、えー、を作ろうとかいろいろやっているんですけれどもまあ失敗するものもありまして石鹸とかは えー、法律であんまり個人で作って売ったりしたらいかんということになってますのでこれはちょっとうまいこといかんなというのでやってますそれから学校の勉強の中で、えー、学校をエコステーション化しようこれは竹糸以外竹以外ですけれども、えー、ペットボトルを回収してでいろんな分別したりしてスーパーの京栄のさんがやっている、えー、ハッピーエコプラザというのに協力したり。 それから、えー、牛乳パックで、えー、これあのぬいぐるみの中の綿の部分に、えー、牛乳パックを使ってみたいとで、まあ、こんないろんな活動ですね竹の活動を中心として、えー、やっているとたくさん、えー、表彰をいただきました、えー、令和元年にエシカル甲子園で消費者長官特別賞というのをいただいたりそれから昨年度は 高校生ビジネスグランプリで全国の高校の中でベスト100の中にうちの学校を食い込んだということでそれから今年は前にも飾ってあるんですけれども内閣総理大臣の方から表彰いただくというような大変栄誉ある表彰状をいただきましたそれからこれをやりだしてからですけれども新聞にたくさん取り上げていただいて。 ほとんどうちの学校新聞に載ったことなかったんですけどこの何年間かはもうたくさん取り上げていただくということでまあいろんな人に子どもたちの能力を知ってもらえたダイバーシティ社会への一歩であるなと思っております。で、えー、まずこう今後の課題ですけれどもまあうちは学校なんで学習教育の場です。 で竹を活用した産業というのをできるだけまた地域や産業、えー、企業福祉施設などに、えー、取り入れていただきたいなとで子どもたちが卒業後もこういう作業に関われたらいいなって思っております、えー、放置地区林を新たな産業にそれからやっぱり地域の方々や企業と、えー、さらに連携を深めていきたいとで子どもたちの取り組みや子どもたちの能力を知っていただきたいなと。 でやっぱりダイバーシティ社会を作っていきたい。みんながあの多様な人が一緒に暮らせるダイバーシティを実現したいなと考えています。まあ、いっぱい作品あるんですけれども、あの前のブースにも飾っておりますのでご覧いただいたらありがたいかなと思っております。ご清聴ありがとうございました。以上でございます。はい、ありがとうございました。 あのエシカル消費って何って聞かれた時にいくつかの柱がありますよね環境働く人の幸せや権利そして地域社会に配慮をするこういった柱を考える中で次にですねご登壇の皆様から地域社会との連携についてお話をお聞きしたいと思います。ウ 人と地域をつなぐ飲食店というのが今日のテーマでいらっしゃいますが地域連携で何か工夫されていること実践されていることがあったら教えてください。はいえー、地域の中での連携で僕たちは正直小さな組織です小さな組織だからこそこう自分たちこれだけの人数だからできないじゃなくて地域の仲間を交えると木一本じゃなくて林になれるし森になれるしそれが全部つながれば地球になるんじゃないかなと。 それをみんなで考えた時に地球環境にとっておいしいものってなんだろうってじゃあ枝葉の数っていうのは一本の木から見るんじゃなくてその地域で見た時自分たちってより豊かな環境で仕事できてるよねそういう社会活動できてるよねっていう喜びが自分たちの働きがいであってこう地域の中でのこの地域で生まれて育ってよかったじゃあ次世代につなげていきたいなっていう形をこう心の底から自然とそれが感じられるように。 それだけの地域愛、共同愛っていうのが次から次へとこうつながっていけるように先人たちの思いを感じたからこそ次につなげたいなっていうふうにそれが地域の連携の根底かなと思っています。ありがとうございますますた地域ののコミュニティの 中心ということで考えますと、学校っていうのは必ず地域の中心になりますよね。猪子先生、どうでしょう。地域連携で工夫されていることを教えてください。はい。えっ、ー、と、発表の中にも、えー、説明したんですけども、あの、やっぱりうちの学校だけではできない竹の作業みたいなのがあって、で、それを npo の方に協力していただいたり。それから、えっ、ー、と、最後の方で言いましたけども、やっぱり知的障害のある。 子どもたちあるいは知的障害成人の方もそうですし自閉症の方とかやっぱり一般の方にはなかなか触れる機会がなくて知られていないっていうところがあるとでこういう竹の活動をすることによって新聞に取り上げていただいたりそうしたら地域の1,000倍以上の方が「すごい学校ですね」って言って褒めてくれるんですけれどもそういうふうに知っていただくっていうことがものすごくあのこの活動には意味があるかなとそういうふうに思っています。 ありがとうございますさあそして奇跡キ平尾社長上勝町という地域をフィールドに選ばれて活動されていらっしゃいますが地域連携どのように進められていらっしゃいますか、えー、もともとあの当私の事業自体は上勝町ではやってなかったんですけれども、えー、上勝町のゼロ・ウェイスト・アカデミーさんと、えー、長年、えー、お付き合いをさせていただく中で えー、とにかくその税収があんまりないとお金がないんであんまりできることがないんだっていうふうなことで、えー、その問題を解決する一助ということで、えー、いくつか経営しております、えー、会社の SDGs 部門を、えー 上勝町に所在を置いて上勝町の鳥である奇跡でいいという会社を設立いたしましてであのとにかくその上勝町からお金をもらうっていう商売ではなくて外部の大手企業をできうる限りたくさん上勝町に呼び込むことで上,上勝町の えー、財政が潤うようなそれを目的として、えー、設立しております,すはい、ありがとうございますつまりエシカルに関する活動が上和町というフィールド自治体の課題解決にもつながっていくというお話でございますさあ今日のテーマにもございます DXGX 新時代におけるエシカル消費なんですが三、えー、人の皆様デジタル化 そしてあるいは脱炭素化で今までのお取り組みの中で工夫されていることはありますでしょうかまずここは平尾社長にお聞きしたいんですがデジタル化脱炭素化へはどういう取り組みが進んでいらっしゃいますか。あのまずはあの教育だと思うんですね、えー、デ,ジカデジタル化化ににつついいててもも脱炭素化についても えー、もう私、もうそろそろ還暦になるんですけれども、今更さらもう、今更さら、もう、いまさらって感じがしますね、でまず、ああの子どもたちに、えー、それを実感してもらえるような、えー、授業を進めていきたいと、そういうふうに考えております。 ありがとうございます。教育現場で次世代にそれを伝えるということですねまさに教育現場というお話が出ましたが猪先生いかがでしょう。はいえー、DX、GX のような、えー、ものを直接あの私ども施行してやっているのではなくやっぱり教育をしているで今回このテーマは、えー、とエシカル消費教育ですねこれ徳島県の教育委員会もものすごく力を入れて進めている。で 障害のある子どもたちもエシカル消費っていう大事なものに関わることができてでそれが子どもたちの自信につながっていっているっていうのがものすごく大きな意義であるなって思っております。やっぱり教育現場で自信を持って子どもたちが自分の未来をつくっていくためそれの一つのツールとしての DXGX というお話ですねありがとうございますでは飲食店のお立場から木本さんいかがでしょう はい、えー、飲食店の DX っていうのがですね皆さん多分お使いになられてるスマートフォンインスタグラムや LINE を開けば多分飲食店情報ってかなり出てくると思うんですよねで o g l e を開けば Google マップじゃあそこでの星たくさんついてる店行こうかな外部環境でいうともう DX は整っているように感じますその中で内部環境はじゃあどうなのかっていう時にタイムカードのデジタル化だったりタブレット端末を置いてオーダーを 非接触でするあとはホーームページからテイクアウトのの受注ができるるといいううを可能な限り取り取入れるようにはしていますその分直接来店されるお客様に対してどれだけ料理の説明ができるのかその食材をどういった方が作ってるのかっていうところまで説明できるかが今の店の課題にもなっていますね GX についてはあのお弁当あのサトウキビのパックを使ったり紙ストローっていうのを導入したり できる範囲で無理なくさせていただいている状態です以上ですはいありがとうございますさあこれが最後の質問になるんですが皆さんエシカル消費のお話をしますと空大臣頑張んなきゃいけないでも私無理っていう風うになりがちなんですねですので最後の質問はこのエシカル消費を 自分ごととして実践するためには何が必要でしょうかご来場の皆様、ご視聴いただいている皆様へのアドバイスご提言があれば頂戴したいと思いますさあそれではこれは猪子先生からお願いいたしましょうはい。えっと、何度も何度も同じことばっかり言っているような気がするんですけれどもやっぱり子どもたちに自信をつけてもらう教育の中で自信をつけてもらうっていうのが一番大事なことですね エシカル消費っていうのはとても大切なことなんですよっていう教えをしています私たちでそれを障害のある子どもたちが、えー、することによって障害の有無とかにかかわらずみんながこういう形で地域貢献できるんですよ、えー、と社会に貢献できるんですよということを私たちは発信しているのだなって思いますそれがが私たちができることだとだ思っていますありがとうございます平尾社長お願いいたします まあ一言で言って、えー、もう現在においてはもう当たり前のことでございますので、改めて何も言う必要はないなというふうに思っております。ありがとうございます。エシカルはもう当たり前の当たり前だというご発言でございました。木本さんお願いいたします。はい、えー。どのようにすればできる、あ意識が持てるかですよね。あの正直僕の中でもエシカルこの取り組みってエシカルなのかなとかこれって。 そういうい取り組みに役立って,るのかなっていうのが正直分かりにくいのが正直なので本当にこう心でこう感じるのがおいしいか心の味覚がこれまずいぞっていう味わいだったらこう多分自信にも誇りにもならないのでやっぱりこうシンプルに心が気持ちいいこと選ぶ選択肢ができたときにじゃあちょっと今日お財布に余裕があるなとかこの背景ってどうなのかなとかそういうよく商品を見たときに 心が美味しいんじゃないかなっていうところに僕ならこう期待してみたいなとかその心で味わうっていうことをちょっと意識してもらえたらありがたいのかなと思います。ありがとうございました。人口減少、自然災害、気候危機、えー、さらにはコロナウイルスとさまざまな社会問題が山積する現代ではございますけれども、ここ徳島は。 大阪にもなれませんし東京にもなれませんとするならば地域社会が持つ人物お金情報という有形無形の資源を活用して循環させてそしてそれを未来につなげていく大きな原動力がエシカル消費ではないかというふうに考えておりますエシカル消費まあ、それはね今だけここだけ自分だけやったらいいやないかというところから 今からここから私から始めてそして発展していこうというふうに意識を変えていけたら幸いでございます限られた時間の中で三人のパネリストの皆様からは大変示唆になるご意見を頂戴いたしましたありがとうございます以上をもちまして第二部のパネルディスカッションを閉じさせていただきますどうもありがとうございました ご出演の皆様、ありがとうごございました。ご登壇いただいた皆様に大きな拍手をお送りください <laughs> どうぞ皆様ご登壇ください